新庄ドームのサンダーバキュームボールをコッパみじんに打ち砕いたカルロス。そのカルロスは実は9年前ドームの父新庄夢人に挑戦し無残に敗れ去った苦い思い出があった。その時夢人は言った。大人になったら再び来たまえと。その約束を果たしにカルロスはやってきたが、夢人はすでになく復讐の刃を息子ドームに向けたのであった。一方絶望したドームは父の墓前に引退宣言をしてそのまま姿を消したのである。いつまでそこにいるつもりなの？いい加減にお入りなさい。だって、冷めないうちにいただきましょう。あと30分待ってみようよ。それは構わないけど。大体お母さんがぶったりするからいけないのよ。今まで一回もぶったりなんかしなかったお母さんがそんなことするから、ドームだってショック大きいわよ。ねえ、なぜなぜぶったの？ねえねえってば。おう、きっとお父さんが生きていたら同じことをなさったでしょう。でももしドームが家出なんかしちゃったら、ドームの分。そっか、お母さんはきっと帰ってくるって信じてるんだ。ドームは自分の意志で立ち直って帰ってくるって。ここどこだ？全然知らないとこだけど、なんでこんなとこまで歩いてきちゃったんだろう。とにかくめっちゃくちゃ腹減っちゃったよな。いい匂い。よっしゃ、よっしゃ、頑張れ頑張れ。おい、何やってんだよ。頑張れ頑張れ。いけるいける、あと一杯あと一杯。悪いけど9杯分3600円もらうよ。あと少しでタダだったのに。あと少しでタダって、これ見てごらん。何？10杯でタダ？ただし1時間以内だよ。よし、任せなさい。あれ、もしかしてジャイアンツの新庄ドーム？え、あ、本当だ。カルロスに撃たれたんで、やけ食いか。近い。そんなことはどうでもいいじゃない。勝負するか、坊主。よし。ハックよくー。
しまでだ。この分だと行くぞ。いや、苦しいのはこれからだ。はい、おっぱい目どう。ちょっとおやじさん、だんだん丼が大きくなってくんじゃないの。バカを言っちゃいけねえ。どんな勝負も正々堂々だから、麺一本、チャーシュー一枚、決して多くもなく、そして少なくもない。バカだよ。はい、10杯目、頑張れよ。あと1杯、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 あと1杯。ったく、目から麺が溢れ出ちゃうくらいなのに。惜しかったな。10杯目はサービスで9杯分3600円いただきだ。そんな、いつもなら10杯ぐらいペロッと食べられちゃうのに。ああ、俺お金持ってないよ。すいません、ごめんなさい。今これだけしか持ってません。掃除でも皿洗いでも何でもしますから許してください。何か訳ありかい。はい、いらっしゃい。あ、ドームだ。ドーム。もう食えないよ。昨日のラーメン代と合わせて1万円貸しておく。それはありがたいけど、だからっていきなりなんだよ。どうせドームのこと、すぐには家へ帰らないつもりだろう。ドームの家には電話しといてあげる。じゃ、元気で。元気でって、まさか困ってる友達追い出す気かよ。そのまさかだ。僕も困っている時、一晩お世話になった。だから一晩は止めた。だけどここは相撲部屋だ。ドームのいるところじゃない。なんだと。友達がいらないやつだな、この野郎。うっ、俺とお前はもう住んでる世界が違うんだよな。そうだ、俺にはまだ頼りになる友達がいたっけ。メロディーちゃん、こういう時は男なんかよりなんつったって女の子。この際思い切ってメロディーちゃんと暮らしちゃおう。おでもって、おでもって。それに決めた。暮らすとなるといろいろ所帯道具がいるからな。メロディーちゃん、出て行って。メロディーちゃん、確かに私はドームにカルロスとの試合をさせたくないと思って飛んできたわ。私はボロボロになったドームを見たくなかった。だけど今のドームはただの負け犬よ。負け犬とボロボロとどう違うんだよ。わからないわ。でも今のドームは間違いなく負け犬よ。負け犬。私だってドームが本当にボロボロになったら慰めてあげたい。
そばにいてあげたい。でも、でも。勝って。負けには出てくよ。ドーム。しばらく暇をくれだと？ドームがいないのでは私が出る意味がない。大ドームだけにお前に来てもらったんではないぞ。優勝請負人として今広島はジャイアンツに 2.5 ゲーム差をつけて首位だ。ん？残り試合も少ない。このまま優勝のゴールを切れるのも切れないのも監督の腕次第だと思うが、しかし心配はいらない。ドームがマウンドへ戻ってきた日には必ず私もグラウンドへ戻ってくる。再びドームを叩きのめすために。ワイヤー、トラオヤ、ドームの行方はまだつかめんのか？そうか、わかった。しゃあない。ヤギ、屋敷の方やってくれ。はい。くそ、うっとしやめや。お？お、今の。おい、車止め、止めるんや。はい。はい、どないしたい。どうも。しっかりせ。あの、何でもありません。どうぞ引き取りを。どうも、どうも、どうも。ドラオ、ここどこだ？アメリカか？大阪や。なんでこんなとこにおるんや。心配したで。ご覧の通り自転車旅行さ。だけどバラバラになっちまって。東京からこれで来たんか。ずいぶんかかったぜ。もっともあちこち寄り道してきたけどさ。今夜から最後の巨人広島3連戦や。その大事な時にこんなとこでお前。俺なんかもう関係ないよ。それより腹減って、ステーキとは言わないからなんか食わしてくれよ。立て。どうも悪いな。野球をやめる言うたわよ。ドームは殴り飛ばしたな。今はその時のお返しや。そんな弱音を吐く負け犬のドームを見に、ワイはアメリカから帰ってきたやない。東京ドームは大歓声で割れんばかり。それもそのはず、この大事な巨人広島首位攻防戦、同点で迎えた9回裏、ツーアウトながらランナー二塁で、代打はなんと吉村です。ベンチから消えた新庄ドームと入れ替わるように一軍登録された吉村選手。あの丸山球場で怪我をしてから何回も手術を受け、一時は激怒されていましたが、ついにここに奇跡の復活であります。人は奇跡と言いますが、その裏にはそれこそ血の滲むような努力と精進があったと思います。その吉村選手に大きな声援と拍手が送られています。もちろん復活したといってもまだ足は万全ではありません。全力疾走できるかどうか。
得点は4対4。もしセカンドランナーの尾形がホームを踏めば、ジャイアンツは首位広島に 1.5 ゲーム差と肉薄しますが、北別府吉村に対して第9球投げました。空振りワンストライク。1年以上も遠ざかっている吉村、やはり勘が鈍っているのでしょうか。なんとなくバットの振りが遅れているような気がするんですがね。そうですね。しかし優勝するためには何としてもここでヒット1本欲しいところです。どうも見ているか吉村の姿を。さあ北別府第3球。おー、吉村際どいコースをよく見ました。ひざ吉村さん、今のはボールだ。北別府勝負に行くか、もう一球外すか。吉村さんの勇姿を二度とグラウンドで見ることができなくなるかと思いましたが、僕自身何度もそう思いました。でももう一度グラウンドに立つことができたのはドームとの誓いのおかげです。ドームが二軍に落ちてきた時、読売ランドのグラウンドで一緒に一軍に復帰すると誓い合ったのです。聞こえるか、新庄ドーム。どこかできっと見ているはずだ。僕は誓いを守ったぞ。怪我に打ち勝つことができたんだ。今度は君があのマウンドで自分と戦い、僕との誓いを守る番だ。自分と戦う。吉村さん。ドーム、そのマウンドは君が選んだ戦いの場じゃなかったのかい。俺が選んだ戦いの場所、俺が自分と戦う。そうか、カルロスに打たれたことなんか関係ない。俺はここで力いっぱい投げるんだ。自分に負けないように自分で選んだ場所で吹っ切れたぞ吉村さん。ありがとう吉村さん、俺はやるぜ。ねえ、新幹線の駅はどっち？あ、その前に誰かお金貸してよ。ねえ、誰か。ドーム様、屋上においでください。トラオ様がお待ちでございます。トラオが、トラオ、どうしてここに？このビルは通天閣電鉄の駅、屋上はヘリポート、みんなワイトコが経営してるんや。トラオ、俺は何にも言わんでもええ。分かってる、ハウノレドーム。もしもし、
メロディちゃん、どうぞ。こちらはトラオ、ハンド良好。ドームを捕まえた。すべて順調。これより計画を実行に移す。オーバー。胸が開いた。何も言うてへん。ゆっくり寝とれ。